アディロンダックはニューヨーク市とモントリオールの間でアムトラックがエンパイア回路に沿って毎日運行する都市間鉄道旅客列車であるこの区間 613km を走破するのには約11時間かかり途中ハドソン渓谷とアディロンダック山脈を通過するニューヨーク行きの68番列車モントリオール行きの69番列車がニューヨーク州運輸省によって 資金提供されて運用している。長年の間遅延に悩まされている。2016年6月までの1年間の路線の提示、運行率は平均64.8%だった。アムトラックによると列車の遅延の28.8%は特にデラウェアとハドソンツタの線路及び信号関連部品の問題によるものだった。2015会計年度中、 アディロンダックは132,345人以上の乗客を運び、7453,664ドルの収益を上げた。1980年のサラトガスプリングス駅でのアディロンダック1971年5月1日にアムトラックはデラウェアハドソン鉄道をオールリバにニューヨーク・モントリオール間にリオールリミテッドとモントリオールローレンシャンで運行を開始した。 その5両列車は廃止され、3年間でラウェアハドソン鉄道は運行されなかった。1974年8月6日にアディロンダックはニューヨークのグランドセントラル駅からオールバニーまで走り、その後でラウェアハドソン鉄道を経由してモントリオールのウィンザー駅まで運行する電車を開通させた。当初から列車はニューヨーク州からの財政支援を受けて運営されていた。 当初、ニューヨークバッファロー区間では、ナイアガラレインボーが運行されていた。カナダのビア鉄道の乗組員によって運営されているメイプルリーフとは異なり、アディロンダックはアムトラックカスケーズのようにアムトラックの従業員のみによって運営されている。エンパイア回路沿いの定時運行のパフォーマンスを改善する取り組みの一環として、アムトラックは CSX と契約を結び、 オキプシーとスケネクタディの間で CSX ハドソンサブディビジョンを咀嚼した。2012年からアムトラックはハドソン地区の運営管理を効率的に行い、すべての維持責任と資本責任を処理している。これがあったとしてもアムトラックはアディロンダックの線路の半分以下でしか運行できていない。2012年、米国税関国境警備局はモントリオール中央駅に 事前通貫施設を開設した。これにより、米国税関とカナダ国境サービス庁はモントリオール中央駅で事前審査を実施できるようになった。この計画では、モントリオールに到着する乗客はカナダの職員によって審査され、出発する乗客はアメリカ人の職員によって審査されることとなっている。現在、アディロンダックは、 最大2時間かかることがある入国手続きのために、ケベック州、ラコレとローゼスポイント駅に立ち寄っている。2017年初頭までに、米国議会は必要な有効化法案を可決した。対応するカナダの法律は、2017年後半に王室の同意が与えられたが、まだ発行していない。2018年4月10日に、アムトラックは、レイクショア・リミテッドを除く。 ウエストサイド線を使用するすべての列車が2018年5月26日から9月4日までグランドセントラル駅で運行しスピュートンダイビル稼働橋及びニューヨークのペンシルバニア駅の19線路での走行を許可すると発表したペンシルバニア駅での継続的なインフラ整備により北駅のアディロンダックは北駅のメープルリーフと組み合わせて 2019年夏のほとんどの間、アルバニーまで共同運行された。二つの列車は7月と8月の週末に別々に運行している。アディロンダックはカナダ国鉄、カナダ太平洋鉄道、CSX 交通機関、メトロノース鉄道、アムトラック鉄道が運行している。春、夏、初秋にはバーリントン業のフェリーとの乗り換えができる。 ポートケント駅に臨時停車する。1975年の D&HR コ PA。アディロンダックは1974年の運行開始以来カナダ太平洋鉄道からリースされた一体のスカイラインドーム車によって補われ、4台の D&HR コ PA ディーゼル機関車が列車を牽引している。1977年3月1日に、 新しいターボライナーがスタービントレインセットが D&H 車から引き継がれた。従来のアムトラックの機器は最終的にターボライナーを置き換えられた。ゼネラルエレクトリックの P42DC 及び P32AC、DM ユニットとアンフリート乗用車で一年中稼働している。一般的な構成は次の通りです。他のエンパイアコリドー列車とは異なり、アディロンダックは ビジネスクラスの座席は提供していない。wen テンプレートアタッチド kml アデランタックウィキデータにある kml。ありがとうございます。